部隊が立ち入り禁止。ですね、着きました。松浦市、福島キャンプ場、オートキャンプ場です。これ駐車場、はい、向こうから入ってきて、大きな駐車場で、今ここで止めたんですけど、ここから先はキャンプ場ですかね。案内板がありました。利用期間4月1日から10月31日。ということは今は利用できないということですね。1泊2日4500円、デイキャンプが2000円ですね。ああなるほど。じゃあ今やってないんだ、これやってないということですね、キャンプ場は。海が見えるかなと思ったけど、海はちょっと離れてる。なるほど。一つずつなってるんですね。ちゃんと洗面台っていうかついて、駐車場がついて、広さ的にはこんな感じかな。両サイドに狭いとこと広いとこがあるね。コンセントもありますね。コンセントもある。そして真ん中付近にまた調理場があると。調理場とキッチン、バーベキュー。こっちはなんだろう、シャワー室かなんかですよね。で隣がこれは多分トイレでしょう。あ、トイレはもうなんか完全閉鎖されてます。完全閉鎖。今4月、トイレ、キッチン前が、シャワー前が、何番？向こうから1番でしょうね。ここら辺が7番だから。7番。あ、違う。逆だ。6番。キッチン前が6番。なかなかいいですね、静かで。ということで残念ながら現在は休館中です。休み期間4月1日からですね。ここは4月1日から開放されるみたいです。なかなかいいところですよ。日当たりもいいし、静かで。海が意外と近いのかなと思ったけど、ちょっと何百メートルかな。こちらが受付。今やってません。休止中。利用期間は4月の1日から10月の31日まで。1泊2日4500円。
それでは次のところに行きたいと思います。次はですね、この島の福島の一番突端というかな、突端になるんですかね、そちらの方にですね、もう一箇所あるんでこちらの方に行ってみます。